あのね、ゆかりの好きだった人はね、ゆかりの目の前でかかってきた電話に、もう無理、別れてっていう風に言ったの、いきなり。私だから、自分がいつそうされても仕方ないなって思っとったから、 こういう人なんだって思ってたから「結婚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 」って申し込まれててもうんって言えんかったし市役所に行こうって言われても市役所は避けて通るような道を行ったりとかしてた後々白状した話でさカフェの人で何なんか したかなわからん。あんまあ、覚えてないやゆかりひがもうショックすぎると覚えてないから覚えてないけど。もう結婚中ところまでいっとったのに、なんか、そんなにしたみたい。わかんない。その電話の人とカフェの人が一緒の人そうなのかもわかんないし、あの人気が多い人だからいろんな人くどいてんだろうなちゅうかりは思ってるし、知らん。 でも八方美人だからゆかりの前では口ではそんなに言ってるけど行動はどんなにとか言っとってゆかりは超最低こいつ死ねちょもっとったマジ <laughs> 女ってさ どこがいなくても生きていけるんだよ。それは男の叱りだよね。ゆかり多分もう恋愛しないと思うし、なんか、今のゆかりはね、ゆかりはそう思うけど、いい人がいるかもしれんしわからんけど、知らん。ゆかりは今何も、 なんか、そういう感情を向けてくる人に対して、まだ嫌悪感しか感じないし、殺すぞやちょぐらい思ってるから、マジで思ってるから、なんか、今、ゆかりが誰かに好かれたとしても、今はやってないけど、肩を持ち歩いてる時もあったんで、マジで本当に、そういう挑発する気が、 内中姿勢っていうかよくわからんもん。あのゆかり、普通、普通さ、人間が恋するのとかさ、そんな悪い感情じゃないのわかってるはずなのにさ、なんかもうゆかり今恋とかそういう感情を向けられるだけで、お前殺していいんだねぐらいにしか思ってないから、マジで、男近時間の方がいいよ。 女の人でレズの人に対してでも言えるけど、ゆかりは。それぐらい嫌い。